ホットモットフィールド神戸には大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの1回戦で、ファイターズマウンドに上がるのは先発の有原。どんな投球をしてくれるんでしょうか。バッターは大石。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。真ん中打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。なるほど。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ファーストが落下点に入ります。中田が抑えています。ワンアウト。さあそして打席にはデイビス入っています。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですからやってくれるんじゃないでしょうか。さあアウトカウントが1つ増えましたがなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいです。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった。入った。ホームラン。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ今シーズン第8号のツーランホームランになりました。真ん中にスッと入ってきた変化球、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。さすがクリーンナップという一発でした。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやもう本当に期待通りですよね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。バッターは DH 小栗。昨日はなんとホームラン4本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちます。初球打ち、ヒットになった。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。バッターは5番栗。昨日のゲームはホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。しかしホームランばかり固めて打ちましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。そうですね。打ちました。セカンド取った。送球する。アウト。ツーアウト。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには鈴木入ります。さあツーアウトながら得点圏には追加点となるランナーを置いています。まだ序盤ですしリードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかりと打った。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加点。レフトセンター見送った。ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。初回から確実にリードを広げていきます。バッターは7番に入っている金村。昨日のゲームで2本のホームランを放っています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。打った。これもいったか。レフトが追いかける。ぐんぐんだ。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0。ここ一番の集中力が光ります。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやーナイスバッティングですね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている山下。昨日のゲームでは無安打に終わっています。バファローズホームランで得点を挙げて打ちました。ピッチャーゴロ。取った。一塁へ。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。2回裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは9番に入っている牧。昨日のゲームではホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。
バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで2回の攻撃に入りました。赤星さん、もちろん先頭バッターまずは出塁したいですよね。まあ当然そうですよね。まあ今日はいい形で点を取れてますから、この回も期待したいですよね。そうですね。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って大石。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。有原が掴んで2アウト。バッターボックス新井、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。外外れてボール。さてバッターボックスの新井、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、そう引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打。2アウトランナー1塁、バッターは3番デイビス。先ほどの打席で先制となるツーランホランナースタート。キャッチャー2塁送球する、ナイスセーブ、盗塁成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたね。打ちました、これはセンターへ抜ける、ホームに送球する、二塁送球、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズリードを6点に広げています。バッターは今日 DH に入っている小栗。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりですよ。打ちました、痛烈な打球、ライトが追いかける、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ8対0、主砲の一振り。打席には5番バッター栗。バファローズホームランで得点を挙げています。打ち上げました、ここはフライになっています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。これから3回の裏バファローズの攻撃です。赤星さん、ここまでの戦いどのようにご覧になってますか。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になってますよね。そうですね、この流れ、打ちました、レフト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、9対1、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。7番バッター金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。膝元への変化球、ノーボールツーストライクです。これはサード近藤を抑えてワンアウト。打順は8番山下、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。打ちました、伸びていく、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。引っ張った、近藤1塁送球、2アウトになりました。打順は1番に帰ります、バッター大石。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。打ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、10対1、バファローズなおもチャンスです。打順は2番新井、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。インサイド落ちました、強い打球、切りました、ファールボールです。豪快なスイング打ちました、打球はセンターへ、センターライナー掴んで3アウトチェンジです。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。
バッターはデイビス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね。ここで追加点が取れると相手は苦しいでしょうからね。確かにその通りですね。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。さて、今日のファイターズの先発は序盤大量失点で交代した有原。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打ちました。いい当たりだ。これは行ったでしょうね。打った瞬間確信したか。突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。11対1。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターは6番鈴木。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。12対1。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックスは7番金村。バファローズホームランで得点を挙げています。初球空振りです。2球目は何で来るか。いい角度で落ちました。ノーボールツーストライク。変化球空振り。赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入ると思っていましたけど、今日は本当に初球打ち。レフト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。13対1。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックスは9番牧。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。初球打ち。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには2番新井。今日は盗塁を決めています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。今日は先発全員にヒットが出ています。いやー、赤星さん、打線打った。高く上がった。打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。14対1。バファローズなおもチャンスです。打順は3番デイビス。変化球を見極めます。打った。大きな打球になった。これはどうか。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。15対1。バファローズなおもチャンスです。バッターは DH 小栗。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。
バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、さあマウンドを任されたのは堀、今シーズン4試合目の登板です。さあまず1球目、最初は変化球できました。ファーストランナースタート、ファウルになります。ここは一気に勝負してくることもありますから。走ってきた、キャッチャー送球して、ナイスチーム、ボール成功です。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。あ、やはりそうですか。引っ張った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。打席には6番バッター鈴木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームラン。引っ張った、高いバウンド取った、一塁送球アウト、ツーアウト。バッターボックス金村、今日はホームランを放っています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球、打ちました。ショート取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏にランナーを置いて3番デイビス、甘く入った球を振り抜きました。バファローズ一振りで先制。続く攻撃、ツーアウト二塁の場面、6番バッター鈴木、2球目を捉えました。バファローズ2点を追加します。さらに続きます、ランナーのいないこの場面、7番金村、初球から狙っていました。バファローズ1点を追加します。6回の裏バファローズの攻撃、バッターボックスは8番山下、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで6回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんですぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを、はい、バッターボックスには9番牧、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいです。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、ナイス、盗塁成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。なるほど、そうですよね。切れました、ファールボール。引っ張った、打球はレフトへ、ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナー、引っ張った、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、杉谷が掴んでツーアウト。バッターは2番新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、太田が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが、これは行くでしょうね。高く上がった、ぐんぐん打球が伸びて入った、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。打順は5番クリ、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。
ライダー外れます。いいまっすぐですよね。外のストレート空振り、力のあるボールでした。ワンボールツーストライクです。低めの変化球です。ボールになります。スリーボールツーストライク。打ちました、浅いフライ、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は6番鈴木、今日は3本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。切りました、ファールボールです。引っ張った、サード取った、1塁へ。ツーアウトになりました。バッターは7番金村、今日はホームランを放っています。バファローズツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。打ちました、これは入るでしょうね。レフトが下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ、見事な一発が飛び出しました。バッターはダイソーから起用されている吉田、バファローズホームランで得点を挙げています。初球は変化球から入りました。アウトコースのチェンジアップ打ちました、これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになりました。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー1塁、9番バッター牧、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、ナイス、セーフ、盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。あ、やはりそう。高めのボール打ちました、弾き返した打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。8回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。大石バッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。アウトコース見送ってストライクです。ランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス、盗塁成功です。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。なるほど。打ちました、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になってきました。さあバッターはデイビス、この打席でホームランを放てば、打った、これはいきますね。高い打球、レフトが追いかける、追いかける、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、強引に引っ張った当たりは大きな弧を描いてスタンドに入りました。追加点が入りました、オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスには4番小栗、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の玉井、さあマウンドに上がったのは玉井、今シーズン2試合目の登板です。ちょっとすっぽ抜けた感じです。
打ちました。これで5連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには6番鈴木。今日は3本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。はい、ファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球する。ナイス盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。ああやはりそうですか、はい、打ちました。切れていきます。ファウル。低めは外れました。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。三塁へ送球。これで6連打。ノーアウトランナー三塁一塁。打席には7番バッター金村。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打った。センターに強い打球。センターバック、センターバックする。センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。バファローズが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット。バファローズ。バッターボックスには代打の古久保。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。背番号57古久保。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。膝元へ曲げてきましたが外れます。ストライク入りません。ファウルです。3ボール1ストライクです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。鶴岡抑えてワンアウト。バッターボックスには代打のブライアント。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。ファウルになります。改めてお聞きします。バッターのブライアント、どういうバッターなんでしょうか。まあ引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。なるほど、そうですか。打ちました。いい打球だ。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。今シーズン第2号のツーランホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、鮮やかなホームランを見せてくれました。打順は1番に帰ります。バッター大井。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。バファローズホームランで得点を挙げています、はい、バッターボックスには代打のドレイパー。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。最初は変化球できました。この打球は、打球は切れてスタート。切れました。ファールボールです。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。1、2塁間取りました。アウト。いいプレーが出ました。ファインプレイ。打席には2番バッター新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティング。初球打ち。初球から積極的に行きましたが最後はライトライナーに倒れています。これで3アウトです。オリックスバファローズ、打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで7連勝です。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。